三つのボタンのうち真ん中だけを止めた背広の着こなし。背広の三つ揃い背広の三つ揃い。1900年撮影の若きフランクリン・ルーズベルト。背広は主として男性用の上着でオリエリやテーラードカラーと呼ばれる襟を持ち、着丈が腰丈のもの。また、この上着とともぎれのスラックスからなる人揃いのスーツのこと。スーツの場合はウェストコートや ベストなどと呼ばれるともぎれの直気を加えるものもある。単品の上着でもスーツの上着でも単に背広やジャケットと呼ばれる。現在では様々なジャケットがあるためテーラードジャケットやスポーツジャケットと呼ばれることもある。単品の上着のうち金属ボタンなどの特徴を持つものはブレザーとも呼ばれる。乗馬用のハッキングジャケットや 狩猟用のシューティングジャケットなど用途に応じた作りと呼び名のものもある。また背広の源流の一つとしてノーフォークジャケットが挙げられる。上下揃いあるいは三つ揃いなど一組あるいは一連の服の揃いはラウンジスーツやサックスーツと呼ばれたが現在では単にスーツと呼ばれる。本来は特に同じ生地で上下を仕立てたものをスーツと称した。なお、 2015年の文化庁の国語に関する世論調査では、背広を主に使うという人が19.8%、スーツを主に使うという人が68.2%で、背広という表現は特に若年層には使われておらず、死語になりつつあると指摘されている。語源は諸説あり、漢字の背広は当て字であるという説と意味に由来するとする説がある。背広の語は、 幕末から明治初期にかけて見られる。一般には明治20年頃から用いられたとされる。語源については背筋に縫い目がないところから背広の衣、ザックコートの訳語でゆったりした上着の衣、市民服を意味するシビルクローズから変化したとする説。市民服を意味するシビルウェアから変化したとする説。英国ロンドンの高級紳士服店街。 サビルローから変化したとする説。紳士服に用いられる、良質の羊毛副字を意味する、シェビオットから変化したとする説。背部が広い服の意。など複数あるが、外語由来とする説が有力である。杉本つは、造呈会へ通語に、ベストの意で、セシンニューウエストコートとして、新シ,シンなど、紳士服の訳語に、背の字が使用されることに注目し、 中国語に由来するとの仮説を提示している。戦前期に多くの様相に関する書籍を記した木村圭一によれば、古い時代の下手では背中の中央の縫い目がなく、我が背広服の語源は、モーニングの背の細く、狭きに反し背広服の背は幅広き、もつてこの名を伏したること明らかなりと述べている。また、昭和初期頃までは裁断上の基本構造の区別により、 折り襟、爪襟の区別なく背広の語を用いていた。当時の日本におけるジャケットの祭壇では前、身頃を脇下まで一枚布で取ることが一般的であり、一部の爪襟服に限ってのみ、モーニングやフロックコートのように背中に食い込む形でバ腹を取ることがあったが、前者の祭壇を行う者を掃除て背広と呼び、後者についてはだるまやジャケツと呼称した。 例えば帝国大学の制服は爪襟であったが、前者の裁断方式を取ったため制服制定に関する上申書においても、背広型正し立て襟と表記されている。また、山田東明洋服裁方針書における説明では、是和正広し普段着にいたしまして、服装には肩前、両前、縦襟、折襟、返り襟等色、ありますとあり、テイラードカラーのものは、 背広の単なる位置形態として認識されていたことが伺える。古典的定義における背広とだるま背広の上着のボタンは立つ時は閉じ、椅子に座る時は開けても良い。近年はシングルブレストの場合、ピークドラペルは冷凍用でビジネスでは着ないことが多い。上着がシングルブレスト2つボタンの場合は上のボタンのみをかけ下のボタンをかけず、 シングルブレスト三つボタンの場合は真ん中のボタンのみをかけることが推奨されており一番下のボタンは閉めることを前提としていない設計のものが多いシルエットを乱すためポケットには物を入れないことが推奨されている背広のような腰丈のジャケットのヨーロッパでの登場は1789年フランス革命でのサンキュロットとされるそれまでの上着は ジュストコルのように膝丈の、いわゆるコートであった。直接的には、背広は19世紀中頃に当時の日常着であったフロックコートを改良したものとされる。膝丈のフロックコートを短く腰丈にしくつろげるようにゆったりとした作りのラウンジジャケットやサックコートと呼ばれる上着である。これは自宅の広間などだけでなく、スポーツなどレジャーにも用いられた。また、 強制地で、ズボンやベストも作られ、ラウンジスーツ、サックスーツなどと呼ばれる。19世紀後半になると、アメリカ合衆国ではビジネスにも用いられるようになり、ヨーロッパにも波及し、20世紀までには、世界的に普及した。20世紀までに、背広の形状はいわば標準化され、それ以降は上、着丈や肩幅や形状、ラペル、ズボンの太さや、丈、 ボタンの数などの変化に流行が見られる。20世紀初頭は肩を強調した形状にゆとりのあるズボン。1910年代は自然な形状の肩。1920年代は裾幅の広いズボン。1930年代は直線的な軍服をモチーフとした肩などである。第二次大戦後はアメリカ合衆国などで直帰を省略した着こなしが普及する。現在ではなど、 簡略化が行われ、それに伴って服装も簡略化され、略霊装平服、インフォーマルと呼ばれる男性であれば背広型のスーツ、特にダークスーツで対応できることが多い。イギリスのエリザベス2世が組閣の任命をする場合、男性首相は背広型スーツでバッキンガム宮殿を訪れる。日本では1867年の片山淳之助の西洋衣食住に、 フロックコートが割れ羽織り、背広を丸羽織りとして記述される。また、1887年の王や松之助の男女西洋服再報読案内では、背広と表記される。背広は明治末から大正諸島にかけて普及していった。流行に関しては、明治当初はフランスの影響が強く、次第にイギリスやアメリカの影響を強く受けるようになった。 世界的な流行に倣い、明治当初は4つボタンの着丈の短いもの、明治中期以降は3つボタンの着丈の長いものが流行したが、対象の終わり頃からは日本人と西洋人の体格差を意識するようになり、着丈の短い2つ、ボタンスーツが普及するなど独自の路線をたどった。また、下記に関しては世界に先駆けて直記を省いていることが当時の写真や、 百貨店のカタログなどから伺える。ただし、裁断や細部の処理などはその後も世界的流行を盛んに取り入れており、襟型およびバストやショルダーの設計などは同時期の欧米の例に違わない。また、ズボンに関しては、大正期以前はウエストが広く取られた調節を美上で行う窮屈袋と呼ばれるサスペンダーを用いて固定を行うものが一般的であったが、 この頃から現在の様子に近いベルト固定式のものとなる。大正時代頃の背広の一例。生地を裏返して仕立て直しており、左右が逆になっている。生地が高価だった当時は、こうした処理がよく行われた。昭和10年頃の背広の一例。当時は設計上二つともボタンを止めることが可能であった。腕付けやポケットの位置が現代と大きく異なる。 昭和初期頃のズボン。同時期の海外では、履き口の縁にベルトループの据えられた腹で履くタイプのものが多いのに対して、日本では現在一般的なズボンの履き位置に近い腰骨のあたりにベルトループが据えられたものが多い。戦後の昭和20年代には、アメリカの影響を強く受け、肩幅や胸周りの大きな着丈の長いものが流行した。 昭和30年代には再び落ち着いた型となり、急速にナローラペルが広まった。この頃世界的には3つボタンが流行したが、日本では2つボタンが相変わらず愛用されていた。昭和40年代、昭和50年代頃には転じて、ワイドラペルとなり、ブレストとウエストの強弱の激しいものとなる。また、この時期以前の祭壇は前、見頃と後、見頃のみからなるものが、 一般的であったが、この頃から海外同様に脇ダーツの延長線上に腰ポケットを貫通する形でサイバラを独立させるものが普及し始める。昭和60年代頃から平成初期にかけては肩幅を強調し腰の絞りを抑えた着丈の長い肩が流行し、ダブルの肩も広く着用された。その後は三つボタンの流行などもありつつ、全自体となスタイルとなり、 平成末期以降は、着丈の短い全体が体に密着した肩に落ち着く。襟型としては幅の狭いものが一般的となり、ゴージュラインは平成年間を通じて上昇傾向にある。背広はポストモダンが提唱される現代からすれば、過去のモダニズムに基づき、かつ生き続けている。新古典主義による自然そのものの人体をなぞるように、フィットした形状。 体を束縛せず動きに追随する、合理性、レースやフリルなどの表面上の装飾を排して毛織物、そのものの重厚さと、パターンや仕立ての妙を重視すること、抑制された色調と形状の制限によるダンディズムや、ジェントルマンの表現、首筋を締めた薄い色調のシャツと濃い色調の上着の、開いた胸元のくつろぎ感のバランス、鮮やかな色彩を添えかつ男性器を暗示する、ネクタイ、 などである。モダニズムに代表される西洋の価値観が世界的に広まり、今日各国の首脳が集まる国際会議などでは背広を着た人が大多数を占め、伝統的な民族衣装などを着る人は少ない。世界的に普及することで地域独特の文化をも生み出してもいる。一つは長くフランスやベルギーなどの植民地となりまた戦争を経験している。 今後民主共和国や今後共和国などにおけるサプールと呼ばれる人たちである。多くは豊かではない労働者で日常は作業着などで仕事をしているが、水道が普及していない環境でも体や服の清潔を保ち、収入の多くを高価な背広に費やし、晴れの日などには濃い肌や髪や瞳の色と、日本では明治維新に伴って背広を含む洋服を取り入れたが、 観光総裁などにおける礼装や、仕事や外交における中は制服として、ファッションではなく、マナーに泊まっていて、これは現在も続いているとする表もある。観光総裁でのブラックスーツや、就職活動でのリクルートスーツ、会社員や、公務員では暗い色の背広に白いシャツと、地味なネクタイ、暴力団などの、反社会的勢力ではけばけばしい派手な背広と、 シャツとネクタイの組み合わせなど、ステレオタイプな確一的な服装をしていて、背広を含めた服装に、社会の規律を意味する度合いが、日本では非常に高いとされる。環境省など行政が提案している、クールビズでは、具体的に服装規定を設けて、背広の上着を着ない、いわゆる、ノージャケットについて、肩が徹底されていないなどの表現に見られるように、ルール化されている。また、 体型に合ったスーツ選びを。色は、ダークな紺か黒が無難。や、スーツに合わせる定番アイテムのルールのように規則として表現している書籍もある。男性の役礼装には昼夜を問わず、背広型のスーツが用いられる。特に改まった場では、ダークスーツがふさわしいとされる。ダークスーツは暗く濃い灰色か紺色の無地や、それに準じる生地を用いた背広型のスーツである。 着こなしはシャツやネクタイに決まりがないが、白色のシャツに結婚式などでは華やかな色や銀色のネクタイ、葬儀などでは地味な色のネクタイを用いるのが勧められている。黒色の背広型スーツを用いるのは日本独特の風習であり、ブラックスーツはダークスーツに該当しない。もともと注文服として生まれた自宅でくつろぐための背広は規制服化され、 吊るしの背広として普及することにより略礼層にも用いられる服に昇格する。背広の世界的普及は欧米の科学技術や経済や文化の優越感や帝国主義によるグローバリゼーションによるもので中国における人民服や南アフリカ共和国のネルソン・マンデラが着たロ血染めのシャツ、あるいは糸車を回すマハトマガンディの着るインドの木綿の肩掛けや腰布など 一様ではなく、社会的にも複雑な問題をはらんでいる。また、かつて若者の反抗のシンボルとされたジーンズと T シャツに背広を合わせるような着こなしもある。このように需要あるいは拒否された背広は、ポストモダンが提唱される現代では、退屈な白物などと評される一方で、今後もしばらく生き延びるとされている。日本で売られている背広は1万円以下のものから、数十万円のものまで、 価格幅が広い。日本では、家計消費状況調査の品目として、背広も調査されている。2017年での背広の平均は53,500万 3, 円であった。ありがとうございます。